わいい、ありがとう。ピンクです。超ピンク。疲れ、ありがとう。お風呂入った、お風呂入った。もうだからこんな感じです。じゃーん。超超オフじゃない。ありがとう。なんか上下ピンクなの。でも虫の声聞こえる。じゃん。どこ、ありがとう。髪伸びた。でも美容室に行ってちょっと行き帰りました。バサバサだったんですよ。ハートかわいい、ありがとう。トリートメント、そう。しかも美容室行った時になんか、あの絶対に美容室のこのシャンプー使った方がいいですよってもうそう言われて買ったんですよ。だからちゃんと髪の毛のケアしてる。かわいいハート、ありがとうございます。私こういうの割と買っちゃうんですよね、すぐに。でもめっちゃいい。やっぱり髪にはねお金をかけないといけないですよね。市販でない、あ、そう、市販でないのかな。市販では売ってない気がする。でも美容室でいつもシャンプーしてもらってめっちゃいい匂いするなと思ってたんですけど、その匂いがあのお風呂場でして超いい。美容室で買ってる人多い。いや、そう、なんか美容室のシャンプーめっちゃいいですよ。コケしかあんまない。でもなんかね、前髪切ったんだけどね。どう？なんかさ、最近あの携帯の容量が増えて昔の写真を消してるんだけど、昔の写真めっちゃこけしすぎてびっくりする。もうパッツン。パッツンです。いつぐらいやろう。2年前ぐらい、1、2年前ぐらい。え、わかんない。左の目変じゃない？え、こっちでしょ？もともとね、私の目の形状がこれなんですよ。気づきました？メイクしてたらわかんないの。ここ粘膜が多分見えてるのよ、目の形状的に。いつも粘膜を、粘膜っていうかこの間でしょ、埋めてるからわかんない。尊い、ありがとう。うん、目ぼち子じゃないよ、全然。全然メイクしてたら多分あんま分からんけど、メイクしてなかったらめっちゃ分かりやすい形状、目の形がね。そうなの。こうやってしたら分からん。こうやって、目の形違う？こんな感じ。左右
まあまあ伝え幅も違う。でも左右対称ってなかなかいないらしい。あら、ありがとう。メイクして黒く塗るの、そう多分見て、私がメイクしてるその姿を見たらみんなうわーって言うと思う。そう、お疲れ、ハートキノコありがとう。遠くにおろう。遠くにおった方がわからんかも。今度やって、何メイク配信？でもね、私最近メイク20分ぐらいで終わる。めっちゃ頑張ったら20分、嘘、25分ぐらい。そのさあ、楽屋でさあめっちゃギリギリまで寝る癖がついてさ、寝て起きてメイクするから25分とかで急げば全然できる。でも急いでるというか、睡眠優先したい時は頑張るけど、普段のノロノロメイクするよ。寝たいんですよ、眠くて。それって早いの、いや分からんよね、そんなね。メイクの時間ってあれだもんね、人によって違うもんね。メイクどこに時間かけるかな。目か肌。目か肌。です。眉毛はもうどうでもいい。どうでもよくはないけど、ちょっと隠してるから、まあいいかな。しかもね、眉毛は割とある。ほらこれ今描いてないけど、悪くない？自眉があるから時間かけなくてもいい部位なの。形整ってる、なんか恥ずかしいんだけどね。本当になんか、でもいつだっけ、昨日メイクさんに眉毛描いてもらったんですよ。でなんか最近眉毛がなんか上手にできなくって、で描いてもらってたんですけど、なんかどこを整えたらいいのかっていうのを一本一本教えてもらって、はい次はここみたいな、ここをちょっと抜いといてみたいな、一本ずつ微調整、メイクさんに眉毛の形を教えてもらいながら微調整したの。逃げた。そう、この下の部分とか、ここだからちょっと整ってる今は。ノーメイク、そう、フフ。ね、
メイクさんすごいよね。でもいつも聞くんですよ、どんなメイクさんに眉毛頼んでもメイあの眉毛の形めっちゃ綺麗に本当に描けるので、どうやって眉毛の形綺麗に描けるようになったんですかって聞いたら、なんか学校とかその美容の学校とか行ってもう眉毛の練習をめっちゃしたって言ってて、こう髪に眉毛を綺麗に描く練習みたいな、ひたすら眉毛の形をずっと描き続けたのよって言ってて、努力がある、すごい、めっちゃ眉毛の練習するらしいから上手なんだと思う。本当ありがとう。すごいよね。いい、ありがとう。眉毛大事よ。大事、どうでもいいとかさっき言って申し訳ございませんでした。今日ね、夜ぐらいに、夜っていうか何時だろう、夕方よりも後なんだけど、夜にあのマッサージ屋さんに行ったんですよ。肩がバキバキだし、そう、なんかメイクさんに肩めっちゃ凝ってるって言われて、この辺だからマッサージ行こうと思ってマッサージ屋さん行ったんですよね。でなんか探してて、で初回が安いところがあって、あ、なんか行ってみようと思って初めてのところ行ったんですよね。で行って、そしたらさ、まあ、入るじゃんか。こう、そしたらなんか名前聞かれて、で、あ、〇〇ですって言って、で、じゃあお履物をスリッパに履き替えてくださいみたいに言われて、で、あ、はいって言って靴脱いで、で、そしたら横になんかめっちゃおしゃれなスリッパがいっぱいあったんですよ。本当になんか形も違うけどみんなスリッパ、おしゃれなスリッパがいっぱいあって、で、え、どれ履こうって思ってなんか、まあこれでいいかと思って履いて、でスタ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 って歩いてたんですよ。そしたらなんか、あーみたいな言われて、あー、それ他のお客様のお履物ですって言われて、私もうなんかみんな揃いも揃っておしゃれなスリッパを履いてきてて、みんながスリッパっていうかサンダルなのかな、だから私全然別の人の、自分の靴から他の人のスリッパに履き替えて歩いてんて、すごいなんかめっちゃ恥ずかしくって、違いますよみたいに言われて、で普通に何ですか、茶色い無地のスリッパ渡されて、そう、すごい、その初っ端からすっごい恥ずかしくって、そう、でもね、めっちゃね、なんかおしゃれだったの、すごいおしゃれな、なんかそうサンダルみたいなのがいっぱいあって、でもさ、なんかそれがさ、なんかこう親指とこの人差し指をこう入れるタイプ、わかりますか、あのビーチサンダルみたいな、あのこうちょっと分かれるタイプのやつ、分かれるタイプのサンダルがいっぱいあったんですよ。で私靴下履いてたから指が通んなくってだから半分ぐらい履いて半分ぐらい足が出た状態で恥ずかしいと思ってドドドドドってもうなんかダッシュ決めたんですよね、その椅子まで。そしたら全然他の人なのでめっちゃ恥ずかしくて、あ、すいませんってなって、そうですよねって違うって指摘されて、そうですよね、なんでそれ選んだか、違うのよ、そのサンダルばっかりだったのよ。だからなんでみんな揃いも揃って履いてたんだろうって後からめっちゃ気になったんですけど、なんかマッサージ屋さんに来るときみんなサンダル履いてくるもんなんかな、分からん、なんでなんやろ。サンダルだった。しかもなんかビジューっていうんですか、キラキラのストーンとかついてるサンダルで、私なんかおしゃれなマッサージ屋さんやなとかめっちゃ思って、めっちゃ迷ったんですよ、どれ履くか。めっちゃ迷ってたのは全部お客様の、他のお客様の
え、そう、靴で、え、そう、おしゃれだった。スリッパじゃないの、サンダルって言った方がいいんかな、いや、分からん、なんかもう本当にね、すごい恥ずかしくって、で案内されて、まあ、とりあえず椅子に座るじゃないですか。でもう本当にこの指摘されたこの恥ずかしい人だけには施術してもらいたくないと思ったら、今日担当する〇〇ですって言われて、もうあーってなって、恥ずかしい。で その人にあのやりますって言われて、この恥ずかしい姿を見せて、そう、でもね、マッサージね、すごいね、もうすごかったんですよ。まずなんか足、なんか全身もみほぐしにしたんですよ。だからまず足から入ったんですけど、なんか全身ってどこまで全身なんだろうと思ったら、本当に足の裏まで全身で、足の指とかもう本当にもう隅々までこうやってマッサージしてもらって、めっちゃくすぐったくて、もうあの笑い、あのなんかさ、うつ伏せでこうやってやってたんだけど、もう本当にもう腰弱すぎてもうみたいになって、でもなんか腰弱いですとは言えんけんさ、なんかもうみたいな感じで笑い頑張ってこらえて、そうめっちゃくすぐったくって、その足裏、足の裏って誰でもくすぐったいじゃないですか。いや大変だったの本当に。え、痛いの？え、くすぐったくないの？足の裏、え、なんかもうね、本当に寝入りにこうマッサージ、足裏は痛い？え、なんかくすぐったすぎてやばかった。健康なのかな？え、わかんない。なんか、え、ちょっとさちょっと足を見せるのもどうかと思うんだけど、このここはさ、あのまあなんかまだ大丈夫なんだけど、もうこの足の指まで来たらもう耐えられませんでした。ありがとうございます。親指か、見ないで、見せたんだけど恥ずかしい、なんか指見られるのやだ、なんか足の指、いや見せつけたから悪いんだけど、よくないんだけど。あと私さ、なんかバレエ習ってる時からさ、土踏まずがないってすごい言われてさ、それが結構ね、あんまなんか自分の中ではなんか土踏まずが欲しくって、嫌な足の形だって思ってたんで、そういわゆる扁平足ってやつですよ。土踏まずがないんだよね、あんまり疲れやすい。そうそうそう、なんかしかも立ってる時に横揺れするみたいな、なんかこう横揺れしやすいらしいよ。土踏まずがなんかバレエしてると、土踏まず多分あった方がよくいいみたいなの聞いて、そう、扁平足の人はなんか揺れやすいって聞いたことある。立ってる時とかにこうなんかガンガン、よく揺れ、ちめっちゃ扁平足な。足の裏なんか見せることないからさ、あれだよね。わからんやね。扁平足覚えた？覚えんくてもいい情報よ。土踏まず作ります。作れるのか？こうやって削るこのなんか工具で削る。血だらけ今から削る、あの木とかを削るやつ。
削るわ、削って作るわ。カンナ、そう、あ、カンナ、カンナか、なんていう削るわ。ヤス、ヤスリ、あ、ヤスリにかけるわ。でもね、なんか足の多分運動したらちょっとは改善されるんじゃないかな。しかもね、そのなんかマッサージの人ね、なんかもう手から電流が出てるみたいな感じで、え、なんか私最初機械使って、なんかこうビーってさ、機械、電流が流れる機械とか使ってんのかなって思ったら絶対全部手だったんですけど、もう本当に私なんかこう暗くしてもらってるからさ、まあ分かんないんだけど、でもね、もうビリビリがすごくって、え、このマッサージの人手から電流流れてるっしょって思うぐらい、もう電流もう本当にすごかったの、なんかすごくてビリビリしたの、なんか凄腕、凄腕なのかな、いや分かんない、なんかもうすごいね、足とかめっちゃビリビリして、いや機械使ってなかったんだよね、今度聞けばよかった、今度聞きます、もし行ったらえ、なんか電気使ってましたかって聞こうかなって思ったんだけど、なんか終わる時にね、マッサージ60分だったんだけど、終わる時になんか爆睡しちゃってて、私で、なんか自分のなんかみたいなんで目が覚めたんですよ。でめっちゃ恥ずかしくってなんかみたいな、なんか自分の寝息で目が覚めて、やばみたいな、やべえみたいになって、でうわやばってなって、本当にもうそれで終わって、なんかいろいろ頭が真っ白になって、あーって、寝ると思って、いや眠くなるよ、なんか恥ずかしい、常に恥ずかしい、いや恥ずかしかったね。しかもさ、なんかうつ伏せからスタートして途中で仰向けになるんですよ。でこう、 うつ伏せの時はなんかこう、私うつ伏せで普段寝ないんで、こう苦しくって胸がみたいな、でうつ伏せがあんま得意じゃないんですよ。で苦しいなーと思って、で仰向けになっていいですよってなって、仰向けになってからがもう、もう解放、解放です。痛い部分なかった？痛かった、痛かったけど、なんかマッサージ最初になんかアンケートじゃないけど、なんかカルテみたいなのがあって、そこになんか質問があって、なんかどの部分が凝ってますかとか、そういう質問がいっぱいあって、その中にマッサージの強さはどれぐらいがいいですかっていうのがあって、で普通、ちょっと強い、強いと弱い、あ、ちょっと弱い、弱いがあったんですよ。5段階だったんですよ。でちょっと強いみたいなところに丸つけて、そうだから、なんか自分でちょっと強いに丸をつけときながらも痛いですっていうのもなんかあれだなと思ってひたすらひたすらちょっと耐えて、強い選ぶかと思ったらちょっとひよったわ。うん、アンケートあったよ、5段階。でもさ、美容室とかもないですか、こういうアンケート、なんか話すの好きですかみたいな、最初にね。そう、受けるって、ありがとうございます。肩こりどうなった？え、私分からんけど、肩が凝ってない状態分からんないよ実は、けどいい感じ分からん、どうやろう、
揉み返し、なんか揉み返しって、なんか痛くなるやつ、常に凝ってるか、いや違う、だからその肩が凝ってるか凝ってないかが分かんないんですよ自分で。で人から言われて凝ってるよって言われて、じゃあほな行こうかみたいなあの自分の体の調子が自分であんま分かんなくって、その凝ってるか凝ってないかっていう、なんで行ったか、だから凝ってるって言われたから行ったんよで、まあ、凝ってるって言われたら、だから凝っとる気がしてくるんよ、やけ行ったんやけどね。でもね、良かったよ、足がくすぐったかったけど本当に。心の中でね、ずっとね、あの、まあ、左足が終わって、でなんか次は右足が来る、右足が来ると思って、耐えろ耐えろ中村、心の中でずっと耐えろ耐えろ、頑張りました超頑張った。こういう時頭の中でね、こういうことばっかり考えてる耐えました、中村耐えたよ。しかも一回くすぐったいって思ったらさ、もうずっとくすぐったいんよね、本当にずっとくすぐったい。あ、そう、中村呼びだから中村です。脇腹、脇腹っていうか、なんか背中をこう押してもらってた時に、脇の近くに来た時はやばかったね。でも足指ほどではなくって、お疲れありがとう。いやー、てんやわんやのマッサージ屋だな、マッサージ屋さんがっていうか私がなんだけど、行って私がやらかして帰るみたいな。まずもう初っ端がダメだったもんね、あれが良くなかったね。どこ気持ちよかった？太もも、太もものなんか裏、電流流れましたマジで。マッサージの人女性なの？そうだよ、みんな女性だった。で多分私と同い年ぐらいなんじゃないかなってぐらい、そうの人で、ちょっと恥ずかしかったですね。会話ないか？え、ないない、本当に。部屋の温度大丈夫ですか、強さは大丈夫ですか、強さ大丈夫ですかとか言われたのに、大丈夫ですって言ったけんさそうね、それくらいかな。それくらいだ。かゆいところ、かゆいところは自分でかけって感じですよね。職業とか、全然一個も聞かれないし、なんかカルテみたいなのに、その最初になんか名前とかいっぱいこう書く、自分の個人情報書くとこがあって、職業っていう欄があったんだけど、なんか必要項目じゃないかったから書かなかったのよ。そう、えけいさ、多分そう聞いてくるっていうことも多分ない
体式？体式ってどんなマッサージな？体式じゃないよ。なんていうか書いてない、書いてない、書かないんですよ。必要じゃない項目は書かん。そのうん、難しい、なんていうか。初見さんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。オイル、オイルはなんか塗るやつと塗らんやつがある。そう、マッサージ屋さん。でもね、また疲れたら行こうかなって思います。体がバキバキになったら。今度はちゃんとスリッパ履ける自信がある本当に。絶対他のお客さんのスリッパ、スリッパっていうか靴履かん。絶対大丈夫。カード、あ、カード作った、そう、会員カード作ったから。そうなの。でね、これもね、おきちゃんにおすすめしてもらったところで。そうなんよ、おきちゃんとマッサージ情報の会話しよって。おきちゃんに聞いてみよう。絶対おきちゃんも他の人の履いてないかな。履いてるよね。履いてないかな。聞いてみよう今度。むずくないって、スリッパ。あ、今度一緒に行こうか。ほんと、体式、体式分からん。体式受けたことない。やってみたい、やってみたいっていうか、どんなんか知らんけど。STU 専属トレーナーいますか？いませんね。なんかね、めっちゃ前、コロナが流行る前に AKB さんの握手会に参加してたんですけど、48グループ全部。その時にこう楽屋に行ったら、まあ、いろんなグループの人がいるじゃないですか。専属トレーナーさんが結構いて、みんなグループでみんなマッサージとかしてもらってて、すごーって思ったことはありますね。でも、え、そうよ、すごいよね、マッサージする人いるの。なんかベッドみたいな、台みたいなのがあって、そうそう、公園とか、そうそう、いるらしい。すごいよね。公園は、しかも公園で多分、なんだろう、なんか急遽テーピングしないといけないとかなった時に、やっぱりね、知識があったらね、すごいもんね。いいよね。何の音でも、何もうね、3日間ぐらい続けて何の音か聞かれるんだけど、私もわかんないんだよね。なんか隙間風みたいな音すんのね。何の音ですか、逆に。ピューみたいな音だよね。ピュー、ね、
換気扇じゃないと思うんだけど、いや、わかんない。あとさ、なんか換気扇なんかわかんないけど、部屋どっか換気扇つけたら私の部屋のエアコンがポコ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 って言うんですよ。なんかめっちゃポコ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 ずっとポコポコ言ってんの。なんかわかんないけど、多分なんか空気の圧とかなんかなんかでどうにかなってるんだろうね。この音も多分そう。え、言う人がいる。他にもポコポコ言う人いる。ポコポコ、あ、なんか水の音みたいなするときない。どうにかこうにかなってる。え、そう、窓開けたらね、治るの。そう、そう、だからなんかどうにかこうにかなってます。そう、気になる音。てかさ、もうエアコン消した方がいい。なんかさ、最近夜は外涼しいんだよね。でも家の中暑いみたいな。窓開けて過ごそうかな。エアコン消してる？まだつけてる？めっちゃ迷ってつけるんだよね。あ、でもつけてる人多いわ。あ、温度上げとく？つけたり消したり？扇風機？あ、扇風機、扇風機、扇風機涼しいもんね。ね、ドライモードって何？さっきからドライって人がいたけど、ドライって何？除湿とは違う？あ、除湿イコール除湿？うん。除湿らしい。ドライな関係、なんかドライな関係って言ったらあれだけど、除湿な関係って言ったらいい感じに聞こえん？これからドライな関係じゃなくて除湿な関係って言おう。ドライと除湿がイコールなの覚えました。ジメジメしたい。ダメです、ジメジメする関係。誰と除湿なん？おきちゃん私とおきちゃんは除湿の関係です。知ってました？実はおきまい除湿の関係、湿度が一個もありません。ベタついてなそれはどうでしょう。
ウェットな関係、ウェット、うん、どうだろうね、いい関係よ。ありがとうございます。結婚してありがとう。どっちがドライか、どっちもドライ。最近仲良しじゃんね。もうみんなさん本当に喧嘩しなくなったらつまらないでしょう。そろそろ早く喧嘩してほしいって思ってますよね。なんかありがとう。そうですよね。なんか全然最近喧嘩ないなって。喧嘩ってさ、なんかあれですもんね、なんか行事みたいな感じですから一年の通しての。だからなんかあれ運動会開催されないなみたいな感じですよね、まあ、文化祭ないなみたいな、今年文化祭ない、中止かってなりますよね。ビジネスでも喧嘩、いや喧嘩ってやっぱエンタメですもんね。イベントイベントですからね。お決まりらしくない、いやそうですよね、らしくないですよね。でもね、大人になってからあんまりガチ喧嘩してないんですよ。その喧嘩はするんですけど、喧嘩しながらご飯行ったりもするし、全然多分周りがやばいって思ってた時期の喧嘩はいつだろう、2、3年前ぐらいの喧嘩で、え、そうよ、本当に僕たちの恋の予感公演で禁じられた2人やってたぐらいがもう本当に禁じられるくらいやばかったんですけど、そうそうそう、もうここ最近は全然全然ご飯、喧嘩中に一回ご飯行った時やばかったもん。なんで行ったんって感じなんですけど、ちょっと気まずいけど行って、でなんかご飯食べながら喧嘩の内容を話して、いやこれが会話があって、なんかなんでなんかこうなったのかみたいなのを話して、いや全然和解っていうかなんかバトルみたいなご飯食べながら、ね、もう何回もありすぎてね、いつなんか忘れちゃった。ご飯の味がしない、いや美味しかったよ、喧嘩飯美味しいよ、ご飯の味めっちゃした。でも本当に最近してない、刺激が足りないですか皆さん。
いやかといって喧嘩しようとは思ってないよ思ってないですけど、あ、求めてないんだ。そっか、あ、足りてる？喧嘩足りてる？したそう。いやちょっとね、瀬戸内のマイキー瀬戸内のマイキーの枠をちょっと取りたいんでね。平和でいいね。いや平和よ、ほんまに平和主義千穂ちゃんと喧嘩せん。確かにね、確かに千穂ちゃんはお決まりが言い合ってるのを見て笑ってる。みちゅさんとかもやってるよまたみたいなそうね、なんか私がおきちゃんにうわって言ってたらみちゅさんがニヤニヤしてる。なんかニヤニヤみたいなね、みちゅさんとか千穂ちゃんが笑ってる言い合ってたら笑ってる、そんな感じエンタメ、ね、喧嘩はねエンタメでした。18分ちょっと待って、男女呼ぶわ浅香さん、 N2F さん、ゆずきちさん、くまねパパさん、太郎くんさん、まささん、福太郎さんシーサーさん、もとまちさん、きなぺこさん、りょんきゅうさん、はやりんごさん、スルメッコさん、ありがとうございます。明日はね、ちょっとね、配信を早めにするかもしれません。昼とか、わかんないけど。わかんない。夜、夕方にするかも、夜かも。でも朝とかじゃないから。夕で、またやるとき。ありがとう。いつやねん。いや、マジでごめん。優柔不断すぎて。ごめん。あ、早くないから大丈夫。絶対3時以降、昼の夕方かもしれんし、分からん、その辺ってことで、またねおやすみ。おやすみなさいませ。またね、また明日。